です。あ、どうも、無職です。はい、ということで今回はさあさすがートークテレビよし、ということでね、今日は狙いで決まっております。まああんだけ負けてなんで言ってんだっていうのはね、昨日の動画見ていただければわかります。勝ったんですよ。ええ、それもすごくわかりやすい。4日間据え置いてるゴージャグがあって、これマジ聞いたことねえぞ。だいたい据え置くっつっても3日間、4日間据え置いてて、もうわかりやすく、でこれどこまで据え置くんだろうっつって気になって、もうそれを確かめるために昨日行ったら、昨日も据え置いてて5日間連続だから、今日はその台行きます。はい、いただきます。いかめし半熟卵。うん、さすがにこんだけの据え置きを特定日に外す、そんなことはしない。うん、店長知ってる、俺は面白がってやってるでしょ。絶対絶対据え置くから、またここまで、今日まで、前代未聞の6日間連続据え置きで、めちゃくちゃ負けた動画で、ジャグローテとか言って言ってたけど、なんかジャグローテ15日から22節が浮上してるんですよ。で、それで調べてたら、設定入ってるところを調べてたら、これ、今日も入ってる？あれ、今日も入ってる？え、また今日も？みたいな。で、見つけたんですけど、ゴージャグ。昨日、学校しなかったんですよ。で、据え置かれてた。基本的に、は、学校の対策したりしなかったりしてて、もう、あんまり、気にしない方がいいんだけど、多分あのゴージャグだけは分かりやすく、据え置きって分かりやすく、ガックンしないように、そのままの状態にしてくれてると思う。で、今回行ってみて、まあもし座れたら、で、ガックンしちゃったらもう多分移動すると思う。で、ジャグローテやってるのを信じて、15日の構成って省いてやって、まだ入ってないところに座ります。でももちろん第一優先は5日間据え置きだ。今日で6日目になるか。で、もちろん私、風呂も入らず、服装もそのままです。昨日からね。据え置きを狙うんだったら、自分自身も据え置いていこうぜ。そういう気持ちで。駐車場行ってきました。50人ぐらい。まあ。多分あのデータ的に分かりやすすぎるから、あれ狙ってる人も何人かいると思うんだよね。ワンチャン取れない可能性ある。まあそれだったらまだ設定入ってないところ行きたいところです。宣言部、据え置きのあれ狙ったんですけど、これより前の人がスッて取って、で6ゲーム回してやめてったんで、多分ガックンしちゃったんですよ。でその後別の人座って全然良くないんで、でなんかその知ってるっぽい、なんか専業っぽい人は別の昨日の出てたゴージャグに座って、で200ゲームぐらい粘ってたんで、でその後今めちゃくちゃ絶好調なんで、多分ガックンしなかったんですよ、その台は。ってことは俺ずっとガックンチェック対策されてると思ったけど、据え置きだけガックンチェック使えるのかもしれないですね。で俺の台は、一応この期間中設定まだ入ってないファンキージャグラー角台に座って今いい感じなんすけど、まあビッグは引けてないんですけど、それ以外全部結構6、ただブドウが悪いから怪しい、5とかあればいいかなっていう感じ。タンレグも結構最後にポポンってきて、であと中段チェリー1回引いてるんで、まあ、中段チェリー設定数あるから、まあ、これは結構可能性あるかもしれないね。で無色 B、来てまして積もってます。昼から来てなんかビッグ1レギュラー6の謎の台が空いて、合算130ぐらいの、まあ、明らかに高設定挙動、それに座って今頑張ってますね。まあ多分やめるだろうけど、2000ゲーム、積もったね。合算118分の1、設定6、単独ビッグ7、設定6、単独レギュラー5、設定5、チェリービッグチェリーレギュラー設定66で、ブドウだけ悪い 6.06。 まあでもこれは5はあるんじゃない。
下がってもまあ5はあると思う。ただ5でね、俺5は何回か積もったことあるけど、ビッグレギュラー1対1とかになっちゃうと全然1000枚ぐらいしか出ないから、ちょっと確率通りにちゃんとビッグにちゃんとね触れてくれるように、そこだけですね。まあ2連続積もなんだけど、まあそれは当たり前だよな、うん、だって今まで1月どんだけ負けてんのっていう話、1月の前半全然積もれてなかったけど、俺の積も率って大体 50% なんですよ。でそう考えるとこっからもう全部積もんないとおかしいから、うん、当たり前なんだこれは。で B さんガチガチっすね、うん、ほぼ単独レギュラーって言ってたこれ、うん、初の無職 AB 同日も来てんじゃないこれ。と3000ゲームファンキーっぽくなってきたね、ビッグに触れて。ただブドウがずっと悪い。タンレグもちょっと引けずに落ちて設定3でね、途中までファンキーそんな座られてなくて全然合算良くなかったんだけど、俺以外のファンキーが、でも座られて1500ゲームぐらい回って、俺以外2台ビッグレギュラー1対1で合算100分の1とかで回ってるんですよね。なんか俺1台だけだったら6の可能性もあったけど、こうなると中間かあっても5とかなのかな。でもファンキーって5台で少ないから結構なんか2分1ぐらいで5とか入れてくれそうな感じはあるけどね、どうなんだろう。だからブドウがね、で無色 B はちょっとめちゃくちゃ落ちて合算150ぐらいになってもめちゃくちゃレギュラーしか出なくて、レギュラーだけ設定6でそれ以外は全部設定1で、ブドウも 6.6 とかもうめちゃくちゃ悪い状態でやめようかなみたいな。でも俺もあれだったらやめ、ワンチャンやめるね。いやーうまくいかないな。まあとりあえず回すしかないんでいきます。4000ゲーム合算は6、単独ビッグ6、タンレグが3、チェリービッグ6、チェリーレグも6、てかレギュラーの半分がチェリーレグなんだから、さっきチェリーレグ3連したんだから、100回転以内にチェリーレグ3回引いた。まあベル引くよりはいいよね、うん、でブドウがまだ全然なんだけど、4000ゲームだぞ。で 6.1 でこの合算でこのレギュラーもちゃんとついてる、中間なのかな。ブドウでもこまあそんなブドウ根拠にならないけど、いやまあこのブドウのうざさ全然増えないですよこれで。今ブドウがこれだから1000枚ぐらいでずっとうねうねして全然増えない。1回ハマっただけでもごっそりいかれるから、いやーどうなんだろうなこれ。ただのブドウだけ引き終わっていうだけなのかな、それか低設定のブドウ以外引き強なのかな、どうなんだろう。いやわかんないな、うん、で一応俺以外のファンキー2台、1台はちょっと合算落ちちゃったけどレギュラーついてて、もう1台は俺と同じぐらいの感じで、追ってきてますね、うん、でハッピーも2台ぐらいあって、ゴージャグも2台ぐらい、マイジャグ 2,3 台って感じで、 B さんのやつがねもう合算160分の1とかでレギュラーも設定5とかまで落ちちゃってるんで、いや俺でも多分やめてるなあれは、相当きつそう。授業ちょっと飯いきます。なんか500枚以上出すのがあんな大変なのっていうぐらいいや俺のず2万ゲーム回した1でもそんな感じだったんで、もうどう頑張っても500枚もうプラスにならないみたいな。絶対ビッグ400分の1切らないですか低設定でレギュラー選考とかもマジでうざいやつ、無駄に粘らされて。でも中間だったら戻るとかあるんですよね全然。だって逆もあるじゃないですか、1500枚出て全部飲んで終わるみたいな、その逆を、逆がもう全然あるから、ゼロに目指す、うん、
でもまあプロとしての仕事は全うしましたよね。やることはやる、完全にない状態にして、普通のお客さんが絶対座らない状態にしてやめるって、お客さんのマイナスをちゃんとね自分でこう、もう俺のせいじゃないです、あれは。はい、うん、うまっ。5000ゲーム、多分飯食ってる間に設定変更されてるわ。こんな頻度で400余り来るはずないもんね。だから1000ゲームに1回ぐらい300以上のハマりは来てたけど、おかしいね、どう考えてもね。いきなり合算が5になりました、一瞬で。でこれレギュラーついてるはついてるけど、これチェリーレグとターンレグ88でチェリーレグの引き強なんだよね。ただこれ下手したら3設定3、一番可能性高いのは4とかかな。3とか4だったらもうこっからプラマイゼロマラインまで行って突き抜けて下まで行くよ、この流れは。ただこれが6とか 5でも入ってたらプラマイゼロラインでまたバーンって跳ね上がったりする可能性あるんだよね。これブドウがもうちょい良ければガンガンぶん回すんだけど、ブドウも1だから、そこがなぁマジで。いやぁ、だって合算132でこんだけビッグに先行してんのにプラスまだ500枚ぐらいしか持ってないから、ね、異例のブドウの悪さ。ブドウマジ大切、多分 0.2 ぐらい違うだけでビッグ2回分ぐらい違うから。だからブドウが中間ぐらい引けてるだけで今多分1000枚ぐらい持ってるはずなんですよ、あのブドウの引きようは。で無職 B さん、捨てたマイジャグ、マイナス1100枚ラインから一気にプラマイゼロラインまで、行かれてましたね、いやあれ設定入ってんだな、あ、いや多分中間の動きなんだよねそれって。であと多分数千円やってればプラマイゼロまで戻ったと。ただめちゃくちゃいいハッピーに座って一気に1000枚出して、プラマイゼロになってますね今。やるね、もう俺も回すだけ。俺ももう結構追い詰められてるから、現在7時22分回せた後3時間半、まあもうこれはもう行くしかないよね。5700ゲーム、B さん帰りました。1000枚行かれたの全部まくって、プラス200枚で帰ってましたね。いやさすがあのハッピー、あると思う。で俺5700ゲーム、いやマジで死ぬかと思った。8回ぐらいやめようと思ったけど、合算130分の1に戻って、一時期合算140分の1枚だったんで、よし、いや勝ちました。喋ってる人いると思った。勝ちました200枚、もうね、すごいと思います。あれは、あれはね、頂点山です僕の中の、しかも半額の惣菜買って800円浮いた。ああ、そこでも勝ち。食べます。いや俺も迷ってるんですよね今。タンレグがもうぶっちぎりで設定1で、よくやめないですね、いつもペカさんって。まあ最初が今回良かったんで、もうめっちゃありそうだなと思ってやってたんですけど、6切ってんなら結構まだまともな方ですよ、1ぐらいだけ。でももう5700回しててこれなんで、俺ローテ1をやってると見越してのまだ設定入ってないそこのファンキーを座ったんですけど、それ以外のところが設定入ってなさそうだったらもしかしたらやってない可能性はあるんで、ここを見てみて昨日までで設定入ってないところ、今日いい感じの台があったとしたらローテの可能性あるから、ローテやってるとしたら俺の台も多分5なんですよ。あれ本当に8回ぐらいやめていろんな手を使って、めっちゃ手をキンキンに冷やして別人打法したり、クレオフして全部下皿のメダルをサンドに入れて、だからその別人打法がちょっと効いたっていう可能性ありますけど、一番上振れたところで変えるなら今なんですよね。だからもう一回ビッグめっちゃ
願いながら一打一打真剣にやってでもう心込めたハマりそうな雰囲気少しでもしたらもうやめようかな。やめました。最後100枚だけね、本気でマジでペカレペカレってやって当たんなかったんで、もうそういうことでしょ。で合算、今の合算分130回転までやろうっつって、うん、回しましたけどもう当たんなかったね。いやさすがにあれ、いや一応6はないとしても5ぐらいを狙って5ぐらいあればいいなと思ってたんだけど、まあデータ見るとまあビッグはすごい優秀で、チェリーレグもチェリービッグも優秀だったけどね。まあ一番設定差ある単独レギュラーが設定1なのと、ブドウも設定1、ずーっとブドウ設定1、一回なんか中間ぐらいに一瞬だったけどまたすぐ設定1になったから、多分設定1のところで推移してるんですよ、ブドウは。だから低設定の超ビッグ引き強で、チェレグ引き強、まあ、だからあの合算になってる。で、あの合算にしては1000枚ぐらいなんで、普通だったらもう、うん、1500枚以上は超えてないとおかしいの、ね、で、あと、ジャグローってやってる体で俺はまだ入ってないところのファンキーを今日座ったんだけど、それもねさっき確かめたら昨日までのデータでまだ高設定入ってないところを今日見てみたら多分全部ダメだったの、低設定挙動で。だからやってないんですよ、おそらく。ってなったら俺の台も別に根拠ゼロになるじゃん、うん、あそこに入れる根拠って一つもないから。だから角だから目立ってちょっとまあ中間ぐらい入れるかみたいな、っていうか中間、いや5の可能性まだはあるけど、まあ2、3とかなのかな。プラス22,000円勝ち。よし、これで、1,2,3 でクソ負けてた、もう連続して多分6日間ぐらい連続して負けてたチョメダル分は回収しました。ただ全然現金分は全然回収できないんで、ジャグラーだけの収支で言うと7月の収支マイナス67,000円。いやでも相当挽回したでしょ、2日連続ツモで。いや今日積もってるかわかんないけど、4時間睡眠でよく頑張ったよ、よく粘ってあそこまで。いやあれマジ多分最後のビッグの連打はただの俺の引き強だと思うんだけど、だってあんないきなりさ、ずっと110何分の1で来てたところ、いきなり400ハマり連チャン、400ハマり連チャン、300余りみたいな。意味わかんないよね。やっぱりジャグラーなんかやってるよね。あれがもうわかりやすい中間とかの挙動、4000ゲームあたりから本性を見せ出してグーっていく。だから多分おそらく最初はちゃんと抽選してくれてんのかな。最初4000ゲームぐらいまでは。で、そっから、あ、ちょっと出しすぎてるっていう。で、引きが悪すぎて、だから、今回の、B さんの台みたいな、1000枚ぐらい飲んで、3、4000ゲームあたりで、あ、やばい、引けなすぎてるこいつ、つって、ぐーって引かせてあげるみたいな。で、プラマイゼロに戻ってたから、1000枚マイナスが。絶対あるんだよね。で、中間の分かりやすい挙動はこう、山じゃん。これがあるってことは逆もあるんだよ。だから逆の台を見つけるにはやっぱり、レギュラーだよね。レギュラーめっちゃ出てて、で、めっちゃ沈んでる台。レギュラーだけ足りてるみたいな。そういう台打つと、中間とかでも入ってれば、結局、機械割り 100% だから、プラマイゼロに戻る力働くから。普通働かないからね、そんなすぐに。1万ゲームごときで。だから、10万ゲームぐらいでやっと、ぐやって、やっとプラマイゼロに収束するっていうレベルの話だから。それが数千ゲームごときでグッてなるわけないから。でもなって、
おかしいね。でも勝った、今日は勝った、よかった、よかった、今日も勝った。バイ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 、卵ない、卵が、卵ない。たけー、いくらしたこれ。6個でだって268円。いただいたこちら白山6ウィナー、ウィナー人にはウィナー人間にはふさわしいよね。ウィナー人間です。ウィ水ね。はい、こちら。はい、ゴー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 。はい、待って、今破裂したね、誰か。こいつが破裂した。ラガー2連勝お疲れ様でした。ありがとうございます。すぐ勝っちゃう、すぐ勝っちゃうんだ。スランプ脱出とか言ってるけど、あれスランプじゃねえんだよな。もうあれはなんかね、多分取り憑かれてた何かに。うん、戻ってきました。これが真のペカリマンです。乾杯。行くか。パン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 です。いただきます。うん、豆食っとけばもうその日のお尻大丈夫だ、安全。やば、一旦これはやっちゃうよね。作っていきます。賞味期限切れのベーコン、8月8まで、さすがにやばい。これいけと言われてるね。でけえ、でけえ。こんな感じで、うわ、めっちゃいい匂いしてる。で、味のこと塩、まあこんぐらいか。混ぜとく。はい、沸騰してきましたと。はい、いきます。もう少し、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 もう少しで、もう少しいける、もう少しいける、もう少しいける。ここギリギリダメ。いい感じに一個にしてでも水止めちゃって、チェダーチーズ、チェダーチーズはちょっとやばい、やばいかも。大丈夫かな。5枚、一旦チェダーを全身にかけます。卵、卵、もうちょい、ちょっとだけ熱入れます。ここがめちゃくちゃ難しい。全部がくっつけば完璧です。あ、もう、あ、もう、もういいです。はい、もうほらやばくない、もう全部くっついてる、ひとまとまり、ひとまとまり。にんにくは大事。カルボナーラいただきます。ちょっとこれマジでやばいだろ、半端ないんだよこれ。ほら全部がまとまってる、ひとまとまり。いただきます。うん、味はない。